いたしました清水美希と申します。NBC では医療の治療だけではなく就職に関するサポートもいろいろとしていただきました。いろいろな先生とのメイク練習をしたり、就職用のメイクレッスンがあったり、また卒業生の先輩からのお話などを聞くこともできます。就職したら笑顔で頑張ります。